タイムリー六本木 TV ラジオ版朗読おとぎ草子。毎週木曜日にお送りしておりますタイムリー六本木 TV ラジオ版、毎月第2木曜日は朗読番組朗読おとぎ草子をお送りいたします。私、皆様のご案内役を務めます小磯和成です。よろしくお願いいたします。この番組では様々な文学作品をタイムリーオフィスのメンバーによる朗読でお楽しみいただいております。では早速今回のゲストにご登場いただきましょう。松下萌子さんです。こんにちは、松下萌子です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。初登場ということで、はい、ようこそいらっしゃいました。はい、お邪魔します。では早速朗読やっていただこうと思うんですが、今回ご紹介いただく作品は何でしょうか。はい、豊島義雄さんの作品で手品師というお話です。豊島義雄、はい、楽しみですね。では早速朗読の準備の方よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは松下萌子さんによる朗読で、豊島義雄作手品師、ごゆっくりお楽しみくださいませ。手品師、豊島義雄。昔ペルシャの国にハムーチャという手品師がいました。妻も子もない一人者で、村や町を巡り歩いて広場に毛布を敷き、その上でいろんな手品を使い、いくらかのお金をもらってその日その日を暮らしていました。赤と白とのだんだらの服をつけ、三角の帽子をかぶって、十二本のナイフを両手で使い分けたり、逆立ちして両足で金のまりを手玉に取ったり、鼻の上に長い棒を立ててその上で皿回しをしたり、くるくるととんぼ返りをしたり、いろいろな面白い芸をしましたので、見物人からたくさんのお金が毛布の上に投げられました。けれどもハムーチャはそのお金で酒ばかり飲んでいましたので、いつもひどく貧乏でした。ああ、いつになったらお金がたまることだろう、と探索しながらも、ありったけのお金を逆台にしてしまいました。雨が降って手品ができないと、水ばかり飲んでいました。そしてだんだん、世の中がつまらなくなりました。ある日の夕方、ハムーチャは長い街道を歩き疲れて、ぼんやり道端にかがみ込んでいました。すると一人の旅人が通りかかりました。旅人はハムーチャの様子をじろじろ見ていましたが、不意に立ち止まって尋ねました。お前さんは奇妙ななりをしているが、一体何をする人かね。私ですか。私は手品師ですよ、とハムーチャは答えました。おほう、どんな手品を使うのか一つ見せてもらいたいものだね。そこでハムーチャはいくらかの金をもらって、早速得意な手品を使ってみせました。なるほど、お前さんはなかなか器用だ。だが私はお前さんよりもっと不思議な手品を使う人の話を聞いたことがある。世界にただ一人きりという世にも不思議な手品師だ。へえ、どんな手品師ですか？それは手品師というよりもむしろ立派な坊さんで、禅の日の神オルムーズドに仕えているマージでした。長い間の修行をして、ついに火の神オルムーズドからどんなものでも煙にしてしまう術を授かりました。何でも北の方の山奥に住んでいて、そこへ行くには闇の森や火の砂漠や
怪物が住んでいる洞穴など恐ろしいところを通らなければならないのです。そのマージの不思議な術を見ようと幾人もの人が出かけましたが、一人として行き着くことはできなかったそうです。本当ですか？とハムーチャは尋ねました。本当だとも。私は確かな人から聞いたのだ。お前さんにしてもとてもそのマージのところまで行けやしないだろう。それよりか自分の手品の術をせいぜい磨きなさるがよい。そして旅人は言ってしまいました。ハムーチャは後に一人残ってじっと考え込みました。こんな手品なんか使っていたって一生つまらなく終わるだけのものだ。それよりはいっそその不思議な術を使うマージを訪ねて行ってみよう。途中で死んだって構うものか。もし運よく向こうへ行けてどんなものでも煙にしてしまうという術を授かったら、世間のものはどんなにびっくりすることだろう。ハムーチャは命がけの決心をしました。マージを訪ねて北へ北へとやっていきました。途中の村や町で手品を使ってはもらったお金を旅費にして酒もあまり飲まないことにいたしました。北の方へ進むに従ってマージの噂は次第に高くなってきました。けれどマージがどこに住んでいるかは誰も知りませんでした。でもハムーチャは一生懸命でした。いくつきもかかってまっすぐに北の方を指して農越え山を越えて進みました。しまいには人里離れた深い山に迷い込んでしまいましたが、ハムーチャは後には引き返しません。木の実や草の実を食ったり谷川の水を飲んだりして進んでいきました。獅子の森や毒蛇の谷やワシの山やいろんな恐ろしいところを通り抜けると、次には闇の森が控えていました。鼻をつままれてもわからないほど真っ暗な森でした。その次には見るも恐ろしい怪物がいくつもの洞穴の中にうなっていました。そこも通り抜けると、今度は広々とした砂漠に一面に火が燃え立っていました。ハムーチャは目をつぶって一生懸命に駆け抜けました。火の砂漠を駆け抜けた時にはもう目がくらみ息が詰まって地面に倒れて気を失ってしまいました。ハムーチャ、ハムーチャと呼ぶ声で、彼ははっと目を開きました。見れば白木造りの家の中に自分は寝ているのでした。枕元には一人の気高い人が座っていました。真っ白な服を着て頭にも白い布を巻いた年のほどはわからない人でした。ハムーチャを見て静かに微笑んで言いました。ハムーチャ、わしはお前が来ることを知って迎えてあげたのだ。今までに幾人となくわしを訪ねて来ようとした者はあるが、皆途中で引き返してしまった。それなのにお前はよくもこれまでやってきた。ハムーチャは起き上がって頭を床にすりつけながら言いました。ああ、マージ様、どんなものをも煙にしてしまうというマージ様はあなたでございましょう。どうか私にその術をお授けくださいませ。授けてもよいが、それには7年間苦しい修行をしなければならないぞ。はい、7年でも10年でも一生の間でもどんな苦しい修行もいたします。そしてハムーチャは7年間マージのもとで修行することになりました。それがまた一通りの修行ではありませんでした。水一杯飲まないで一週間も座り続けていたり、谷川の水に一日中首まで浸かっていたり、
重い荷物を背負って山道を上がり下がりしたり、難しい書物を何千回も写し直したり、一月もの間無言でいたり、いろんなつらいことがありました。ハムーチャは何度かくじけそうになりましたが、ともかく7年間の修行を終えて、どんなものでも煙にするという火の神の術を授かりました。その上、元来が手品師ですから、その煙をいろんなものの形にするという工夫をしました。ハムーチャがいよいよ世の中へ戻っていくというとき、マージは彼へよくよく言い聞かせました。ものを煙にするこの術は、禅の火の神オルムーズドから授かったのだから、すべて生きてるものや役に立つものを決して煙にしようとしてはいけない。オルムーズドから世の中に使わされたのだと心得ていなければならない。もしよからぬ心を起こすと、お前の術は悪の火の神アーリマンのものとなって、自分を滅ぼすようなことになる。承知いたしました、とハムーチャは答えました。そこでハムーチャは再び火の砂漠や闇の森や怪物の洞穴などを通り越して、人間の住んでいる町へと出て行きました。今にみんなをびっくりさせてやる、とハムーチャは一人微笑みました。ある町まで行くと、ちょうどお祭りの日でした。ハムーチャは人だかりのしている広場に新しい毛布を広げて、まず普通の手品を使ってみせました。それから大声で言いました。さてこれから世にも不思議な術を見せてあげまするぞ。これは火の神オルムーズドから授かった術で、どんなものをも煙にしてしまって、その煙でいろいろなものの形を表すという天下にまたとない妙術ですぞ。さあさあ、不要なものがあったら持っておいで。この場で煙にしてご覧に入れる。そこで見物人の一人が古い帽子を差し出しました。ハムーチャは受け取って、もう破れこけて役に立たないことを見定めると、それを毛布の上に置き、自分はそのそばにかがんで、胸に両手を組み合わせ、口に何か唱えました。すると、不思議にも、その古帽子がふーっと煙になって、その煙がまた大きな鳥の形になって、空高く飛び去ってしまいました。あまりの不思議さに人々はあっけに取られました。次には夢中になって喝采しました。そしてお金が雨のように投げられました。ハムーチャは得意になって、なおいろんなものを煙にしてみせました。それからはハムーチャの噂がパッと世間に広がりました。ハムーチャの行く先々で、もうその町の人々が待ち構えていました。中には、ぜひ私どもの町へ来てくれと、馬車を迎えによこすものさえありました。しかしハムーチャは、馬車なんかには乗らずに、例の赤と白とのだんだらの服をつけ、三角の帽子をかぶって、テクテク歩いていきました。ところには、たくさんのお金がたまっていました。いくら酒を飲んだり、ごちそうを食べたりしても、なかなか使い切れませんでした。そしてハムーチャは、町々をめぐって、ある大きな都に差し掛かりました。都の人たちは、今にハムーチャが来るとて大騒ぎをしました。いよいよハムーチャがやってくると、都の一番にぎやかな広場に案内しました。広場にはもう立派な毛布が敷き詰められ、不要な品々が山のように積まれ、四方には桟敷ができていて、ぎっしり人が集まっていました。ハムーチャは少しびっくりしましたが、
やがてようようと広場の真ん中に進み出ました。集まった人々からは雷のような拍手が起こりました。ハムーチャはまずナイフを使い分けたり、足で金の鞠を手玉に取ったりして普通の手品をやりました。それが済むといよいよ煙の術にかかりました。ところがあまりいろんな品物が積まれていますので、どれから先にしてよいかわからずにしばらく考えてみました。そしてふと思いついて、みんな一緒に煙にしてしまおうと決めました。例の通り、そこにかがんで胸に両手を組み合わせ、口に何やら唱えますと、まあどうでしょう、山のように積まれている品物が一度にどっと煙になって、その煙がまたさまざまな花となって空一面に広がりました。あまりの見事さに辺りの人々はやんやと囃し立てました。やがて煙の花が消え、狂うような喝采が静まると、人々は少し不満足に思いました。いろんなものを一つずつ煙にしてもらうつもりだったのが一度で済んでしまったからです。もっと何か煙にしてください、この金入れでもいいから。そう言って一人の者が大きな革の財布を差し出しました。いや、いけない、これは悪の火の神アーリマンの術ではなくて、善の火の神オルムーズドの煙だから、役に立たない不要なものしか煙にはできないのだ、とハムーチャは答えました。すると他の一人が言いました。ここに敷き詰めてある毛布をみんなあなたにあげよう。そうすればあなたのその小さな毛布は不要になるでしょうから、それを煙にしてください。なるほど。ハムーチャはちょっと考えてから答えました。この立派な毛布をもらえば、私の小さな毛布はもういらなくなるわけだ。そこで彼は自分の毛布を煙にしてみせました。煙は青々とした野原の形となって空高く消えてゆきました。すると今度はある人が立派な靴を持ち出しました。この靴をあなたにあげよう。そうすればあなたのその破れた靴は不要になるでしょうから、それを煙にしてください。なるほど、とハムーチャはちょっと考えてから答えました。この立派な靴をもらえば、私の破れ靴はもういらなくなるわけだ。そこで彼は自分の靴を煙にしてみせました。煙は大きな馬のひづめの形となって空高く消えてゆきました。都の人々はそれでもまだ承知しませんでした。あまりの不思議さにもうみんな夢中になっていました。鳥の羽のついた立派な帽子を持ち出すものがありました。宝石のついた見事な服を持ち出すものがありました。ラクダの子の胸毛で折ったシャツを持ち出すものがありました。そしてハムーチャは前と同じように身につけてるものを皆煙にしてしまいました。三角の帽子はハゲタカの形の煙となって消えました。赤と白とのダンダラの服は大蛇の形の煙となって消えました。汚れた麻のシャツはナメクジの形の煙となって消えました。ハムーチャは真っ裸となって立派な衣装の重ねてあるそばに立っていました。そこへ15、16歳の娘が肩から胸まであらわにして飛び出しました。金色の髪がふさふさと肩に垂れ、海のように青い目をし、バラ色の頬をして、肌は大理石のように滑らかで真っ白でした。娘は言いました。私はこの体をあなたにあげましょう。そうすれば
あなたの年取ったシワだらけの体は不要になるでしょうから、それを煙にしてみせてください。なるほど、とハムーチャはしばらく考えてから答えました。あなたの美しい体をもらえば、私の汚い体はもういらなくなるわけだ。そこで彼は胸に両手を組み合わせ、口に何やら唱えました。すると彼の体はふーっと煙になってしまい、その煙が真っ黒な雲となって空高く消え失せました。人々は我を忘れて喝采しました。ところがハムーチャはいつまでたっても戻ってきませんでした。戻ってくるはずはありません。自分が煙となって消え失せてしまったのですもの。何もかもそれでおしまいになりました。タイムリー六本木 TV ラジオ版朗読おとぎ草子。僕見ちゃったんです。コーナーを担当するのは富永直樹です。よろしくお願いします。今回ご紹介するのはタイムリーオフィスの大先輩小田俊樹くんが先日まで出演されていた舞台東京リベンジャーズ天竺編です。8月29日から31日、大阪公演森の宮ピロティーホール。9月4日から16日東京公演 IMM シアターで上演されていました。では、軽くあらすじをご紹介させていただきます。人生どん底ダメフリーターの花垣竹道ですね。中学時代に昔付き合っていた人生唯一の彼女がいたんですけど、橘日向っていうめっちゃ可愛い女の子なんですよ。でその子が犯罪組織東京卍会の抗争に巻き込まれて、もう亡くなっているっていうことを知るんですよ。で悲しみに暮れて、どうにかひなを取り返したいってなった時に、ひなたの弟直人ですねと握手をしたら、過去にタイムリープすることができるっていうことを知って、過去にタイムリープして事件を解決する、で未来に戻ってくる、じゃあひなが生き返ってるんじゃないかっていうのを何回も何回も繰り返していくっていうのが東京リベンジャーズの大きなあらすじなんですけど、で今回、その東京リベンジャーズの舞台を小田くんがやられていて、で小田くん今回東京リベンジャーズ天竺編っていう舞台だったんですけど、前回の聖夜決戦編から出演されているんですけど、小田くんは竹道のその主人公ですね、同じ中学校の5人衆がいるんですけど、溝中5人衆の山岸っていう役を演じられていました。なんか茶髪で髪の毛結んでるんですけど、玉ねぎ頭に赤眼鏡っていう結構トレードマークが多いキャラクターなんですけど、そもそもこの舞台めちゃくちゃアクションなんです。芝居アクション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 芝居アクションアクションっていうぐらい、歌ダンスとかそういうのじゃなくて、もうめちゃくちゃ男舞台なんですよ。で僕普段小田くんと共演したことなくて、この六本木 TV のフルスイングボーイズで会うぐらいしかなかったから、あの温厚な優しそうな小田くんしか会ったことなかったんですけど、めちゃくちゃ戦ってました。階段からババババって落ちるシーンとかあるんですけど、でもそんな中、あの優しい小田くん、主人公の竹道の同級生だから、主人公を守りながら、ひなを守りながら戦うっていうめちゃくちゃ熱いシーンがあったんですけど、芝居のシーンになったら竹道を優しさで支えるっていうシーンもあって、芝居では優しさ見せて、アクションではかっこよさ見せて、いやもうさすがですやんっていう舞台でした。でそんな、東京リベンジャーズですが、一応ずっとシリーズで続いているので、まあ分かんないですけど、次回も小田くん出るかもしれないので、それは Twitter 等と X ですね、チェックしていってもらえればと思います。そんな小田くんですが、別舞台ですが次回作の舞台も決まっております。そちらも少し紹介したいと思います。
アットエモーションプレゼンツエクスプレッションボリューム10金生き様、2025年1月15日水曜日から19日の日曜日、立交会ホールで上演です。こちらもどんな役になるのか気になります。そちらもチェックしてみてください。ということで、僕見ちゃったんです。富永直樹でした。ありがとうございました。タイムリー六本木 TV ラジオ版朗読おとぎ草子。タイムリー六本木 TV ラジオ版朗読おとぎ草子、今回は松下萌子さんによる朗読で豊島芳雄作手品師をお送りいたしました。松下さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。いやー、なんか非常に聞きやすい朗読をありがとうございます。ありがとうございます。こういう朗読のようなことはどこかでやってきたとかはあるんですか？そうですね、学生時代に放送部に入っておりまして、はい、部活動で少し勉強をしてきました。その過程で要はアナウンスとか朗読とか。そうですね、はい。なんか噂によると結構上の方に行かれたという話を聞きましたが。そうですね、全国大会にも出させていただいたこともあります。はい、多いな。どういう景色なんですか、朗読とかアナウンスの大会の全国大会っていうのは。そうですね、審査員の方みんなこっちを向いていて、それから他の学校の方もみんなこっちを向いていて、録音録画機材なんかもいっぱいセットしてあって、なんか記者会見のような感じですね。ババッ、法列がこっちを向いてるわけですね。はい、そうですね。うわー、なんか緊張しそうですね。だってまあまあ大きいところでやるんでしょ。 そうですね、会場によりますけれども、はい、結構人数はいます。はあ、そんな激戦をくぐり抜けてきた松下さんの朗読をお聞きいただいたんですけれども、今回こうやって一つの作品を自分で読むみたいなことはあんまりやったことがないと伺いました。そうですね、ここまで長い作品を一人で読んだのは初めてでしたので、ちょっとこう緊張あり、こう、まあ、朗読ですのでこう体力勝負だなという、なんかこういろんな感想ありの、はい、楽しい体験でした。ああ、よかったです。でもなんかすごいセリフとかも素敵だと思いましたけど。嬉しいです。お芝居とかはそんなにやってないんですよね。お芝居はそうですね、ちゃんとやったことはないです。でもすごい会話になってて聞きやすかったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。でまた機会があればぜひ、はい、この番組に遊びに来ていただければと思いますが。はい、ぜひ。次は倍くらいの長さの作品にチャレンジしてみますか。40分ぐらい。ぜひぜひ。この番組は作品の時間制限がほぼほぼないので、はい、はい、ぜひね、やってみたいと思います。ありがとうございます。じゃあまたの機会お待ちしております。松下萌子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。タイムリー六本木 TV ラジオ版朗読おとぎ草子、今回はここまでです。次回の放送は来月の第2木曜日11月14日の予定です。ご案内役は小磯和成でした。それではまたお会いいたしましょう。